柴田秀嗣の 79R ネクスト。どうもアンタッチャブル柴田でございます。さあ、この番組 79R ネクストとは、平日朝7時から文化放送の地上波で放送している79という番組とですね、文化放送広報 YouTube チャンネル QR ネクストのコラボ番組でございます。前回第1回目を放送させていただきましたけども、なんともうメールの方が来てます。ありがとうございます。さあ、それでは紹介させていただきましょう。ラジオネーム日本一やかましいラジオさん、やかましいですね。柴さん、こんにちは。こんにちは。 79R ネクスト拝見しました。柴田さんと後輩芸人の皆さんが成功しても何ももらえるわけでもないのに必死にゲームクリアを目指している姿に爆笑しました。あざっす。いつもタイムフリーで79も聞いていますが、動画で見る柴田さんもやっぱり面白いです。これからも楽しい番組期待してますということでございまして、ありがとうございます。そうでございますね、前回ね、みんなでちょっとゲームのクリア、ね、できるかということでね、あの緊張感の中やって見事クリアしたんですけど、当然何ももらえませんでした。そして今回も一生懸命やりますけど何ももらえません。今日は一体何が行われるんでしょうか。皆さん最後までお楽しみに。さあ、ということで今回はこの方々がゲストに来てくれました。よろしくお願いします。人力車の池田哲也でございます。はい、お願いします。お願いします。人力車の岡野陽一です。お願いします。はい、人力車のイカちゃんです。お願いします。はい、お願いします。お願いします。さあ、今回もですね、池ちゃんが来てるということは、うん、ゲーム関係ですね。はい、そうです。今回もね、ボードゲームいっぱい持ってきましたんで、前回ね非常に好評だったということで、ありがとうございます。なんかね、あの芸人が一生懸命にやってるとこが笑えたというなんで一生懸命だといいだろ、一生懸命だって。すごいアイドル的な感じで見てくれてる可能性ありますね。はい、今日もだから一生懸命やります。一生懸命、一生懸命やります。面白い、面白いな。一生懸命。まずは一生懸命。大事ですね。そこが大事だ。はい、楽しみ。じゃあ早速ご紹介していきたいと思います。はい、まず最初のゲームはこちらでございます。うん、ボブ辞典でございます。何これ、ボブ辞典。はい、ボブ辞典。これね、ちょっと説明していきますと、はい、これボブさんっていう方が、まあ、海外から来られた方なんですけども、日本に来日して日本が大好きになって、はい、で日本語って素晴らしいなと思われた方なんですけど、うん、いざ日本で生活してみると、うん、なんかカタカナ語多いなと、うん、ファックスだとか、うん、テレビとか、うん、そういうカタカナ語が多すぎて、うん、僕は日本語が好きなのにちょっとおかしいよと。ああ、トランポリンとか、トランポリン、まああんま使うことないですけどもトランポリンとかねですけども、ああそういうふうに言い始めたボブさんが、うん、辞典を作ろうと、自分だけの辞典を作ろうと、うん、カタカナ語を日本語に直した辞典を作っていこうというのがテーマになったゲームでございます。なるほど、はい、面白そう。で、何をやるかというと、こちらにカードがいっぱいあります、うん、でこのカードを1枚めくると、うん、このようにいろんな言葉が書かれたものが6個あります、うん、はい、はい、でこれをめくって次のカードに書いてある一番上の数字、うん、このカードと同じ番号を見ます。例えばこれ3なんでドッジボールになります。はいはい、カタカナだわ。はい、カタカナですよね。で、はい、ドッジボールを皆さんに説明します。カタカナを使わずに、例えば、弾を使い、複数人で囲われた敷地内で投げつけ相手に当てることによってとか言うと、なんとなくイメージできますよね。わかる、わかります。はい、でそれを聞いて分かった人は答えます、うん、でそれが当たってたらその人にポイント、当ててもらった自分もポイントという感じです、うん、はい、ただし回答権は1回だけです。一人1回です、うん、でも早く言えば1万ポイントもらえる。まあ、もちろんもちろん、はい、なるほどなるほどなるほど、はい、プラス、カタカナをもし僕が使ってしまったら、うん、例えばボールを投げて、うん、ボールって使っちゃったんで、うん、それを気づいた人はそれ指摘してください。ボールって言えばいいの。はい、うん、そしたらその人にポイントが入ります。あ、僕は点数入らない。面白い、はい、間違いそう。でたまにですけど、こうめくっていくとトニーさんって人が現れます。あ、トニー、はい、これボブの友達なんですけども、トニーはまだ来日して間もなくて、うん、なんとか単語だけでしか喋れないです。あ、例えば電車走る、押すとかなんかそういう感じで。なるほど、ドッジボールだった。球、球投げる、投げるぶつける、仲間外出る遊びとかっていう感じの言ってってください。はいはいはい、トニーが出た場合は。外出るはもうダメなのか。外、外とか出る、出る、出る、あ、そこ分けてた、分けて言わないといけない。単語でね、はい、単語で。あ、すごいというようなゲームでございます。はいはいはい、じゃあまず誰からいきましょうか。やりたい、やりたい。じゃんけんしようか。はい、さあ、じゃんけん、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。よいしょ。大体勝てない。大体勝てない。あと最後の方までは残るっていうのね。じゃあ他の。じゃあ僕から行っていいですね。行きましょう、行きましょう。じゃあ行きます。じゃあこれ引いて。で、4番目ですね。4番目。なんだろうな。ああ。
お店で安くなるやつ、うん、これボブでもトニーでもないオッカーの、オッカーもう一個出てるよ、うんうん、これではいけない、割引券、あ、カタカナできますこっち全部カタカナだ、そうです、それ地獄ですよ今の、一瞬びっくりした、こんなに言ってもらってもうリタイヤ、そんな使わないよ、でもダメでしょ、これでもこれでもダメ、柴田さん今のは地獄でしたよマジかよおじさんがゆっくり日本語喋って、おじさんが日本語を当てるって謎のゲーム、割引券、ちょっと待って、続けて続けて、え、カタカナ、もっと続ける、いいよ、お店で安くなるやつで、うんうん、出す、え、お、はい、はい、じゃあクーポン券、正解です、クーポンでございます、なので これで、まあ、これを1枚持っといてください、うんうん、これで正解、やった、で当てたイカちゃんが次は問題出します、イカが出す、はい、これ僕にもポイント半分ぐらい入んないの、なんか惜しかった、半分入んないの思い出には残りました、割引券大きい声出しちゃったね、割引券絶対当たったと思う、当てに来たな、一人になってたあの時は目に近づきました意味合いはあってましたけどね、はい、イカ、イカって言っちゃった、あ、イカじゃない、2個目、2個目、2個目、はい、はい、赤くて、うんうん、ブジュブジュって出す、うんうん、液体のようなやつ、ブジュブジュブジブジカタカナじゃないの、ここにあります、ブジブジカタカナじゃないの、ひらがなでも書ける、ひらがなでもブジブジ、いや、ひらがなでも書けるとかなしでしょいや、それはなしですね、オノマトペ系どうなの、オノマトペ系は特に書いてなかったんで、うん、とりあえず一回見逃しましょうか、じゃあ俺のも指摘も見逃してよ、いや俺の指摘も見逃してよ、ブジュブジュダメだろ、あれも辞書に書いた可能性ありますブジュ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 、今度から今回だけね、気をつけてください、今回気をつけます、あれかもしくして行っちゃおうかな、もう俺行く、いいですか、いいよ、行けるんだったら当てちゃおう、はい、ケチャップ出たー、よし、いや何それ、やったすごいな、すごい、本当に取りに来たぞ、トマト1ポイントずつじゃん、よしよしよし、トマト的なこと言わずに当てたな、よしよしよし、3ポイント3ポイントで、イカちゃんって長くいますからね、長くね、3ポイント一番早めと、で、あ、じゃあ回していきましょうか、あ、回します、じゃあ柴田さん、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、他のでいいですか、いいですか、あ、でもそうか、もう入っちゃうのか、はい、そう、また入りましょう、じゃあもう俺、本気で勝ちにしてるね、本気でね、勝ちたい、3番目です、3番目、はいはい、セリ、トニーじゃないですからね、セリ合う、セリ合うこと、セリ合うこと、はい、オークション、正解、早くないこれ、いやいや、そういうことでしょ、それしかないじゃん、ないセリ合うこと、むしろオークション、オークション、嘘だ、いや、そもそもセリの方が分かりやすい、そうそう、セリ合う、魚のやつかと思った、セリ、あのね、魚のあれ、あ、一番で、ね、まあ、カタカナで言ったらオークションだよ、くせえ、オークションやってんだよ、ここがあって、ここ、ここは、確かにね、年齢別なの、あ、じゃあ続いて私、いきます、うん、はい、飛行機の席の、位です、位、あ、もう出てきてるよ、一般的に庶民的な、うん、はい、分かんない、エコノミー、正解、飛行機乗らないのよね、もう分かってるの、エコノミービジネス、どれか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 、クラスが分かんないから、それはだって飛行機乗らないもん、これお金持ちの価値の問題だ、これは俺じゃないでしょ、だから足場さん当ててくれたんで1ポイント、1ポイントで、僕も当ててもらったんで1ポイント、今全員同点だ、全員同点、全員同点、これ回しましょうか、じゃあイカちゃん、イカちゃん、イカちゃん行くか、イカちゃんはだからもう優勝は書くってことでしょ、そうそうそう、はい、これ取ったら、うん、2番、はい、怖い、当てるぞ、小さい玉を、うん、棒のようなもので、うん、はい、やばいやばい、ビリヤード、やばい、違う、違った、よっしゃよっしゃ、違う、よっしゃ、絶対そう思った、小さい玉を棒のようなもので引っ掛けた、飛ばして、うんうん、そこまで追いかけて、うん、また飛ばしての繰り返しのやつ、いやー、いやどっちだろう、下手だ、俺あれどっちだろう、これイカちゃんのクオリティもありますよ、でイカちゃん俺あれ知らないと思うんだよな、あ、で最後に、うん、穴に入れるやつ、はい、ザーやめて、やめて、これは来たろ、柴田さん、柴田さん、やめて、柴田さん、お答えどうぞ、ゴールフピンポン、いやーすごい、いや、ゴルフ、ゲートボール、俺もゲートボールだと思ったんですよ、あ、そうか、ずねー
ゴルフ悔しい。やられた。最後に穴に入れるか最後に棒に当てるかね。そうなんだ。そうですね。いや、いけます。ゲートボール分からんからな。あ、そう。はい。優勝でしょ。もうこの2人優勝です。あ、いかもだ。イカちゃんと俺が優勝。マジかよ。面白い。あ、悔しい。これあれトニー出なかったね。トニー出なかったっすね。そうですね。トニーでやる。トニーで一回やる。だからイケちゃんの番ね、次。はい、イケちゃんの番、はい、はい、トニー出ない、はい、うん、トニー、トニーでやる。じゃあ岡野の番。岡野の番、はい、ダメ。お、出ない。俺の番。トニーまだ来ないね。イカちゃん、ちゃん、イケちゃん、岡野、俺、あれ全然いない。トニーってあんまいないんだ。一個しかいないんじゃない。トニーって一個だけ。いや、トニー何個かあるんですけど、ちょっと待って。何トニー。イカちゃん、なかなか来ないの。俺トニー、トニー、あ、来た来た。イカちゃん、これはイカちゃんがトニー。イカちゃんがトニー。イカがトニー。トニーやろう。イカちゃんトニー。トニーの1。トニーの1。ふわふわ。ふわふわ。あー、これはそうですね。これはそうですね。ふわふわダメ。それダメだよ。さっきのごじゅごじゅがダメだから。むずいよ。思わぬ、思わぬ終わり方してる。ふわふわ。じゃあふわふわ以外で出せよ。もっと楽しみたいわ。一個目の単語はふわふわじゃねえだろ、絶対。ちょっと別のトニーでいきましょうか。ひどいわ、ほんとに。じゃあ次もトニーです。うん、あ、じゃあなんで見せた。あ、ごめん、間違えた。いや、これ、いや、これ、このカードで6にする。あ、そうそうそう。このカードで6、6、6、6のトニーやってみよう。はい、フック。うん。かける。はい。あー、行ったらこれ。いや、絶対あれだ。行ったら、行ったら。ハングル。出た。これ、悔しいわ。悔しい。連想もあるね。そうですね。一面の初めの服で、服、まつわる。そうですね、カタカナを出す。いやー、早かった。ちょっと掴んでから早いで。確かにね。早いで。でもクローゼット一番初めすぐ出てきたの。あ、はいはい、一番初めそうじゃん。はい、早っ。今のよかったら。クローゼット開けたらハング入ってたの。かけー。含み危険って言った人だったのに。まさかね、成長がすごい。同一人物だとは思えない。計画には割引券ね。カッコつけてる。なんでだろう、カッコつけてる。ピキンじゃないですよ、失敗したやつです。これ面白いね。というようなゲームでございます。いや、面白い。すごい。いや、面白い。あ、よかったですね。あ、悔しい。ボブ辞典ね。はい、ボブ辞典、はいはい、あのシリーズがいっぱい出てて、まあ、いろんな外国人も出てくるんで、うん、あのもうほんとついてもう直後、ちょっとトニーが強くなっちゃうからさ、どうしてもボブ、うん、あ、そうですね、そうですね、わかんなくなっちゃう。はい、ついた直後の外国人が来た場合はもうあのもう喋れないんで、ジェスチャーだけで説明するみたいな。へえ、面白い。あとあの大阪版みたいなのも出てますんで、あの関西弁で説明しないといけない。あ、面白そう。いろいろありますんで、ぜひぜひ皆さん遊んでください。いいね。じゃあ続いてのゲーム、はい、ちょっとご紹介したいと思います。続いてのゲームはこちらでございます。アンユージュアルサスペクツでございます。何、難しそう。はい、ユージュアルサスペクツじゃないんだね。はい、ユージュアルサスペクツって昔映画あったんですよ。映画ありましたね。犯人をちょっと連想して当てていくみたいな、うんうん、映画でございましたけれども、うん、ちょっとこれもね、実は協力して犯人を探し当てるというような、ゲームでございます。はい、あ、みんなですか。はい、ちょっとみんなで協力していきます。うん、はい、やった、はい、なんだこれ、はい、犯人だ。悪そうね。ね、全員悪そうな、うん、失礼しました。何枚。12枚ですね。多い。はい、はい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 、逆に、あ、こいつだ、悪そう。これじゃないもん。はい、うん、今12人人が並べられました。うん、これ実は容疑者です。うん、容疑者、この中に犯人がいます。うん、下手だな、初めに容疑者決めんのもな。12人もいるのが容疑者。12人まで一応絞れました。うん、でこの12人の犯人を1人の目撃者が、うん、見ました。うん、はい、でその犯人のこと覚えてるんですけれども、うんうん、あまりの恐怖で、ちょっとはいかいいえでしか答えられない。いろんな質問をしていくんですけ ど、ね、はいかいいえでしか答えられない。はいはい、でまあ目撃者になった方はこういったカードを配られます。うん、はい、これは、こう並んでる順番とこれ一致してるんですけども、はい、あ、こいつが犯人だよってことね。はい、そうです。うん、で犯人の順番をここで、今ランダムで今日決めて、こうやって渡します。で渡された人はその犯人を覚えて、うん、今から出てくる質問にイエスかノーで答えていきます。あ、質問はこっちが出せるんじゃないんだ。はい、質問はあらかじめ用意されていました。そうか、でも確かにこっちが出せるんだったら相当有利だもんね。そう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 、はいはい、あっという間だもんね。メガネの人ですかとか言っちゃいますんで。はい、で質問の内容、例えばこういう、その人は寄付をよくしますか。寄
どういうこと？これ例えば何ですかね、ボランティア活動とかで寄付したりとかする活動に参加しているような人ですか？完全にこれはもう見た目だけで判断してください。偏見のゲームだね。はい、完全にそうです。この人してなさそうだけど してる可能性あるからね。実はね、そう、バイカー基金やってる可能性ありますから。あるからね、こういうなりの人でも。そうですそうです、完全に偏見ね。はい、うん、というようなイメージで、うん、質問に答えていってください。okay. で分かった他の人たちは、うん、この人は容疑者じゃないなっていう人を裏返していってください、うん、それ何枚でもいいです、はい、ただもうこの質問ではもうこれ以上絞れないってなったら次の質問に移っていきます。なのでちょっと制限を、決めさせていただきたくて、はい、5回までに我々当てないといけないと。なるほどなるほど。だからまあ一質問につき2枚ずつひっくり返さなきゃいけないんでする、はい、あ、そうしましょうか。ああ、そしたら全部いきますからね。ああ、うん、はい、そうかそうか、はい、でまあイエスかノーですね。これイエス、これノーです。はい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 、はい、じゃあどうしましょう、最初誰がやりましょうか。じゃあ僕が目撃者やりましょう。お願いします、はい、お願いします、お願いします。よっしゃ、申し訳ないな、絶対当てよう、全員仲間ですからね。そうか、仲間か、これは。はい、わかりました。もうではまず最初の質問です。お願いします。その人はお酒をよく飲みますか？絞れるぞ。はい、はい、よく飲む、よく飲むよね。よく飲む、絶対よく飲むでしょ。飲みそう。飲まなそうな人、はい、おまわりさんとかどうなの？飲みそうじゃないですか。でも、あ、でもお仕事しなきゃだから、うんうん、やらないのかな。この人あんま飲まないでしょ。確かにこの人飲まない、この人飲まない、飲まない、飲まない、もう飲まない、絶対飲まない。ちょっと鼻明かりな、でも鼻に出るタイプ。本当に飲んでんじゃねえよ。鼻に出る、これない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 、これもないんじゃない。あ、どう、この人は、あ、でも真面目そうです。飲まない、飲まない、飲まないよね。飲まなそうですね。これいきましょう、これ、これ飲まない、これでよろしいですか、うん、はい、この中に犯人は、え、そういます。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、いいですね皆さん、はい、続いてその人はゾンビが大量発生したらすぐに死んでしまいますか？ちょっと待って、どういう質問、難しいな質問が。だからもう本当街中パニックみたいになった時に最後まで生き延びれるかっていうことですから。そうかそうか、死んでしまうか、すぐ死なない、犯人は死なない、強そう、死なないってことはこれは絶対だ。あ、確かに死ぬじゃないですか、やっぱ、え、ん、死ぬんですか。警官はやっぱり行かなきゃいけないから死ぬ可能性が増えるわけですよ。そういう考え方か。でもバキュンバキュン持ってますよ。あ、俺そっち危ないところに、俺もそういう、そうですね、あるから、武器持ってるから、うん、武器を持ってるからっていう、そう、あー、そっちか、やばい、どっちだろう、怖い、死ぬ、死なないってこと、死なない、いや、すぐに死んでしまいますか、うん、すぐに死んでしまうんだったらイエスでしょ。でもそうじゃないんでしょ。そうか、死なない、罰でしたね、罰です。死な、あ、死んじゃう、いや、すぐに死にますか、死なないんだよ。あ、死なない、犯人は死なない、死なない方、この人襲われてすぐ死にそうだなと思ったら裏返し、死にそうな人、いや、この人とかだからさ、あー、でもこういう人がこの映画とかで一番最初に死ぬんですよ。そういう観点で出してないと思う。いや、これ見た目、これ俺絶対自信あるんです。これは絶対映画で一番最初に死ぬ。あと、これじゃ、うん、確かにそれ、うん、これ死ぬ、弱い、これ死にます、申し訳ない、大きく見えるけどこの人140センチしかないから、小さちっちゃいな、嘘、小さいの、大人のっぽい顔してるけど、そうだけど、いや、小さい、すごい小さいの。あ、そうなの、ここだけで見ると分かんないけど、大きそう、なんで分かるんですか。大体だから140センチ、本当ですか。じゃあ消そう、ベテラン刑事。よっしゃ、この中に犯人はいます。よし、ほらいる、ほらいる、ほらいる、いけるな、これ。その人はロマンチストですか？おお、じゃない、ロマンチストじゃない、こいつね、ロマンチストじゃないやつが犯人だから残さなきゃいけないじゃん。ロマンチストの人、ロマンチストのやつ消さなきゃいけないんだ、これロマンチストでしょ。おい、ロマンチストかな、これ、こんな首にこんなん巻いてるロマンチストだな。なんかおしゃれそう。あ、でもこの人巻いてる、ああ、これロマンチストじゃねえ、これは絶対に違う、違う、違う、こいつ首に巻いてるやつがロマンチストって言われてる。喋んなよ。目撃者でしょ、恐怖で喋んねえんだろ。これ行こう、これ行きましょう。これもロマンチストじゃないと思うけどね。いや、見えない、こんなトゲトゲ、うん、ない、うん、だからこれ危ないじゃん。そうかそうか、ロマン、あ、いや、ロマンチストだよ。え、ちょっと待って、ロマンチスト、ロマンチストを消していかなきゃいけないね。バツだから、ロマンチストですか、バツ、うん、バツでしょ、うん、
ロマンチストじゃないやつ、ロマンチストじゃないやつが犯人だから、ロマンチスト、ロマンチストだから、ロマンチストでしょ、これロマンチストでしょ、だからロマンチスト、ロマンチストだ、これロマンチスト、ロマンチスト、これロマンチスト、これロマンチスト、ロマンチスト、ロマンチストはいないんだ、他ロマンチストいねえんだよ、誰もいない、こいつも違うじゃん、これは違う、でもこれはないな、絶対逆にこういう人、どうなんですか、これ意外となんか綺麗な景色とか見せそうじゃん、まだ残したいな、うん、まだ残したい、そうですね、じゃあもうこの人ロマンチストだろ、ロマンチストですよね、やっぱこれロマンチストじゃないでしょ、いやこれロマンチストですよね、どこがロマンチストだろ、ブルーだね、ヘア見てこのヒゲ、このヒゲはもうロマンチスト、このヒゲは嘘だろ、だってバンジョー弾いてんだよ、ほら想像がひどいっすね、ロマンチストこの人はすごい弦がいっぱいある感じやってそう、やってそう、バンジョーの、まあ、バンジョー弾いてんだから世界駆け回ってる、絶対ロマンチスト絶対大丈夫、ロマンチスト、この中に犯人は、うん、います、よーし、よしよしよし、あちょっとドキドキするな、これもう少ないからさ、その人は早起きですか、うわあ、これでイエスが出たら結構いい、そうですね、イエス、あイエスだ、早起きだから、早起きじゃない人、これもう決定でしょ、うんうん、犯人決定でしょ、犯人決定、早起きじゃない人、あとはもう女の人で主婦だからとかっていう目線があったりとかするから、これなんか絶対早起きじゃないじゃん、じゃないですね、これ消しじゃん、これも絶対でしょ、ここも絶対、この2個消していい、これも100、100、これ消していい、これ消していい、絶対いい、これも絶対いける、消していい、これ自信ある、この中に犯人は、うん、います、よっしゃ、もう絶対お前なんだよ、確かにイエス迷わなかった、最後の質問です、うん、その人はヨガを習っていますか、おこれバツでしょ、バツでしょ、バツ、バツだったらもう、バツだったらもうほぼそうだ、あー勝った、もう勝った、もう勝った、もらったもらったもらった、絶対もらった、絶対もう絶対、だって太ってるもん、絶対太ってらっしゃる、この人他もいるから、まあ、太ってらっしゃる、でもやってそう、ヨガはね、ヨガやってそうだ、女の人はそう、そうですね、やってんじゃん、100、100、うん、我々の全部消せる勝利です、消し、これも消せる、はい、消し、まさかね、警察官が、確かにこの人は犯人です、やだお前さんだったね、まさかね、よし、うわすげえ、素晴らしい、皆さん、あなんか達成感がすごい、これ、あれにしようよ、はいはい、一応さ、はい、イケちゃん側サイドの人は、はい、協力者じゃないっていう形にしようよ、あーあなるほどなるほど、そういうことですか、あなるほどなるほど、犯人の仲間で、はい、あのはいか家だけで答えてるだけみたいな、あなるほど、もう こいつも共犯者なの、もうじゃ一切もう感情もなくただイエスかノーだけ言ってるだけ、なるほどなるほど、それ炙り出すっていうね、はい、岡野のあれ危なかったら、これもゾンビの時、いや確かに、あそこで死んでましたね、ゾンビで警察としてましたもんね、バスでここ行こうとしましたね、ダメだよ、あと待って、ベビー持ってるからですよね、こういうセンスのねやつ、マジ困る、マジ困る、松島さんいてあるでしょ、その映画だと死にそうとか、これ面白い、これ面白い、これ超面白い、犯人が一応、90人ぐらいいるんで、まだいるんすか、まだもちろんもちろん、めんどくさいからさ、ババって出して、あ、おし、はい、ババババって出して、はい、こんなもんですか、え、あれ、なんか今回悪そうな人いない、変わりましたね、感じが、あ、でもなんかあと4枚ぐらい、3枚ですかね、はい、3枚、はい、どうしましょうか、あー悪そう、目撃者変えましょうか、目撃者変えよう、誰がやりますか、いや、動かないだろ、センスねえんだから、おいやった、めちゃくちゃ言うな、ほんと絶対、あ、でも自分だけ見て、よし、絶対でもあっちも行きます、うん、じゃあ最初の質問、はい、戻ります、その人は職場の同僚と親しいですか、ああ会社で仲良くしてるか、仲良くしそうな、親しくない、no. あ親しいそうにする人、いやだからもう本当にほとんど消せるよ、そうですね、ほとんど消せる、これ5いらないよ、読んでいけるから、読んでいけそうです、この辺なんかしないですよね、絶対しなさそう、全然しないですよね、こっちもいいですよね、すいません、失礼しました、これも消し、はいはい、うん、あと親しい、親しくないんでしょ、親しくない人です、この人とかも結構、あ、親しくない、あ確か全然親しくない、俺なんかね、プラダを着た悪魔的な顔をしてたね、親しくないじゃんか、あおばあちゃん何なんだろうな、職場とかないですよね、多分、あ、でも、わかんない、これなんか
ちょっと教会系な感じするから、ね、あそのとも親しくないよね。親しくなさそうですけどね。いい、親しくない、親しくない。行きますでしょさ。この人もね、仕事親しくないよ。ああ、ちょっと強さ確かになさそう。行きます、こんな行きます。すごい、もう全然親しくない。2発ぐらいで。かなり行きましたよ。うん、この人どうかな、この人自分で仕事して会社勝手な IT 系。これ、え、元日ハムの新庄さんじゃないですか。元日ハムの新庄さん。新庄決してこれ、決してこれ、決してこれ、仲良くなかったこの5個で一回これ行ってみましょうか、すごいですよ、これこの中に犯人はいますか。いません。消しすぎでしょ。いませんよそんなもん。もう、うわ、ちなみに残念ですね。ちなみに誰だったの犯人は。犯人はこの方でした。うわー、この方、はい、親しいべ。いやいやいや、親しくないこれ。親しくないですよ、だって親しいべ。じゃあ、もうあんなに消すから。マジか、これはしめしめですわ、やっぱ。うわこれなんか消しすぎたか。消すもんじゃないっすって。慎重にいかなきゃ。あ、逆か、そうかそうか。そうそうそう、慎重にいかなきゃいけないっすよ。親しいですか、親しくないだろ。この人親しくないってことでしょ、同僚と誰も。そう、口角上がってんだぜ。いや、口角じゃない。いや、親しくない。仕事してなそうじゃないですか、まず。仕事してるって。何の仕事ですか。セレブだもん、だってファッションデザイナーじゃん、この人。うわあ、なるほどね。見たもん俺この人。でも下に実物知ってました。ファッションデザイナーだから、マジこの人。決めつけがひどいんですよ、柴田さんは。もうこれ、いや嬉しいっすよ、この犯人側もね。俺にやらして。面白い。吉野さん、吉野さん、吉野さん、イエスノー、イエスノーで。みんなやっぱ岡野ちょっと感覚がずれてる。違う違う、マジで。なんで人と人との感覚。え、これあ、オープンしていい。ああ、そうですね、はい、それ自分だけ。はいはいはい、犯人の、それが犯人です。はい、これ犯人。じゃあ最初の質問いきます。はい、待って、犯人ちょっと見せるわ皆さん。ああ、見えてみて。あ、そういうことか。この人の犯人です。いいですか。はい、じゃあ質問めくってきます。いいす、うん、はい。その人はスポーツジムの会員ですか。うわ、なるほど。ノー。あ、じゃあスポーツ関係ないね。じゃあもうこの2人はいないでしょ。これしないです、ね、大丈夫。だから会員ですか。ノーだから、ノーだからこの2人は いらないでしょ。だから会員が犯人ってことでしょ。そうです、そうです。なるほど。この辺もアウトローだから、なんかなさそうじゃないですか。なさそう、ここなさそう。こっちもないでしょ。うんうん、絶対行ってない。あ、これやばいね、これ。もう増え下げ、いや、これはありますよ。コーチって書いてあるじゃん。え、もうなし。え、もう正解出た。大ヒントだ。うわ、コーチって書いて、あ、でも会員、そもそも役員のこと。そんな理屈ないでしょ、このゲームで。いや、この辺はどう。いや、でもなんか怪しい。あ、でもちょっと怪しいですね。これはないでしょ。はない。これはない。これはない。これ、ここもなくないですか。いやいや、セレブはやるのよ。いいとこの、そうよ、いいところ使いますよ。これはないでしょ。これはない。ない、ない、ない。カレー屋さんはないでしょ。カレー屋さん早かったかな。こんぐらいにしておきましょうか。こんぐらい、これ大丈夫、これ絶対大丈夫。そうそう、これで消えてたもん。いかがでしょうか。犯人、この中に犯人はいます。よっしゃー、よっしゃー。第一関門クリアね。絶対捕まえるぞ。よっしゃよっしゃ。その人はクラブに遊びに行きますか。あ、これ結構わかる。行かない。行かない。これ消せば。行く人を消すってこと。いやいや待てよ。行く人は消していい。行く人もう消しましたよね、結構。そうなんだ。これは行くでしょ。こいつ行く。行く。これは行こう。これは絶対行く。行くから、行くから残しておいた方がいいんじゃない。ああ、そうか。行く残しか。クラブに遊びに行きますか。いいえ。あ、いや。罰だから。だからいいのか。行く人を消せばいいですか。これも、これも行く、ね。行くでしょ。こいつも行く。行くでしょ。これは行かないでしょ。行かないよね。絶対行かない。スポーツクラブじゃないもんね。行かないですよね。こっちだよね。こっちこっちこっち、うん、若い人は多分今回。うわ、ちょっともうここから絞れないね。クラブに行き、この人もちょっと行きそうなんですけどね。行きそうですよね。行きそうだね。行きそう。これ行く。勇気出してみましょうか。行ける行ける。行きましょうか。次で決めるぐらいで行きましょう。いいですかね。いいじゃないですか。こんぐらいで。絶対勝つ。どうでしょうか。この中に。この中に。犯人は。いますよ。っしゃよっしゃ、まだあと4人ですよ。もういけるぞ。もういけるね。いきますよ。その人はバレンタインデーを楽しんでいますか。ちょっと待ってよ、これきついな。難しいやつ来たな。バレンタインデーちょっと難しいよ。犯人側もきつそう。犯人側もきつそう。ノー、楽しんでない。楽しんでない。犯人は楽しんでないから、バリバリ全員楽しんでなさそう。楽しんでる人を消す。でも、 もうバレンタインデーっていう感じではないんじゃない。いや、でもなんか旦那さんとプレゼントし合ったり。意外と、まあ、します、そういうの。
やちょっとバレンタインデー商戦を勝ち抜くような顔してるいいチョコいいチョコそうかでもケストしたらそうっすね。この辺はでもちょっと意外にロマンティックなところないよ。ロマンチスト感、ロマンチスト感あるよね。さっきのね。この人もでも楽しみそうじゃないですか。ちょっとなんかワクワクみたいな。あと、ね、確かにね。これ消しにくいわ。一番家庭的な感じがするからね。はい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 。この辺は。これ僕ね女性はひっくり返してもいいような気がします。え本当ですか、うん、楽しまないような気がする。この二人は確かに、うん、そうかここ楽しみそうですよね、うん、その申し訳ないけどあんまモテなそうなちょっと申し訳ないワク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 ね下駄箱を見る感じのワクワクするのこの二人かなと思う。あでも作る楽しみがある。そうなんです。あげる好きな人にあげるという楽しみ だとしたらおばあちゃん消しましょうか。おばあちゃんだけ行きましょう。おばあちゃんなんですか。おばあちゃんから メリルストリープ消します消しましょう。あともう一個行かなきゃいけないのかな。最後やっちゃうわ。行きます。おばちゃん行くか。おばちゃん行きますか。おばちゃんでもちょっと怖くなってきたな。いやこのおばちゃん怖いんすよ。怪しいんすよ。この人は楽しみそうなんですよ。じゃあこっち行きましょう。こっち行く。こっち行こう。ちょっと勇気ですよ。いやここが怖い。さらばコーチこれで一回行きますか。行こう。この中に犯人はいません。うわあ。ちょっと絶対これだ。絶対これだ。これだ。そうですコーチです。うわ楽しみそう。よく見たらこれも学校の先生設定だから俺の中ではもう。ああなるほどなるほど。やっぱコーチはコーチだったんだ。そうだそうだな。悔しい。いやーいやー悔しい。捕まえられなかった。バレンタインデー楽しんでるかどうか分かんないけど難しい。やっぱ忙しいし、はいはい、あとまだご結婚されてないんで、はい、そんなに楽しくそんなに楽しんでないのよ。何も映ってないけど31歳だから若い、若いのよまだ。若いな。若いのよまだ。楽しみそうだな。コーチ年下かい。学校の先生になって。あーちっかよー。ちょっと老け顔だ老け顔だ先生徒にいじられたりとかしてんだけど。いじられてんだ楽しみなんだ、はい、でポテトチップスばっか食べちゃって。食べる。それは食べる。めちゃくちゃ仕上がってるじゃないですかこの人の映画見ながら映画いやもうこれをこれ見てそれ見た瞬間からもう設定すごい自分で決めてんのそれが楽しい。あー楽しいそれその設定通りに言ってくれると楽しい。あーなるほど。そうか当たってる当たってるってなってくるんですね。そうそう。あー悔しいなこれ。こうなんか笛みたいなの下げてんのね。そうそうそうなんですよ。それさ俺見逃しててさ、はい、でそこでジムって出てきた時笛あったらジムそう確かになと思って。はい、いやそうだったやっぱそこでそう、ね、もう一発でいけたんだ本当は。いけたんだな。危ない。いや俺だから会員ですかで俺罰出してんのよ。あーそうかそうか。あそうそうか罰だから。俺ひっくり返すべきだったんだ本当は。いやだからこれひっくり返されそうだったのよ。柴田さん的にはね。そういうことか。危なかった。危ないね。危なかった。というようなゲームです。面白い面白い、はい、非常に面白かったです。いいっすね。今日はこの2ゲーム。もう一個ぐらいいきますか。いけますか。いやもう足りてるよ足りてたら大丈夫です足りてたら大丈夫です。いや出す側は面白い。これだから設定これ目線こうやって見てる時にさこうやって目線とかでバレちゃうから。確かに確かに。初めちょっと伏せててその人のキャラクターの設定っていうのをすごくつけて、はい、それは楽しいっすね。これ確かに芸人さんと遊ぶとやっぱりみんな、うんうんうん、こっち出す側がちょっと楽しくなる人は多いです。はい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 。楽しくなるね、はい、最終的に分かんない。どうやってやっていくか分かんないけど、はい、犯人の職業、はい、その人がこれを見て職業まで決めてその職業を言うっていうのができちゃう。面白そう。でもそれ3番のエンジニアですみたいな。そうそうすごい当たったらめっちゃ、ね、残念プログラマーあーじゃないわめっちゃ当たった気持ちいいですね。分かんない設定決めてさ。あーいいっすね。面白いですね。面白いこれ。いろんな遊びができる、はい、ゲームです。はい、じゃあ早速ぜひ皆さんもね試していただきたいと思います、うん、柴田秀嗣の 79R ネクスト。さてお送りしてきました柴田秀嗣の 79R ネクスト、あっという間にエンディングでございます、こんな感じでですね毎回いろんなゲストさんに来ていただいてワイワイ楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ次回もゲストとともに、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんからの感想やメッセージもお待ちしております。私への質問、そして番組でやってほしいこと、出てほしいゲストなど何でも結構でございます。どんどん送ってください。メールアドレスは next@joqr.net next@joqr.net です。さらにツイッターもございます。アカウントは @qrnext です。番組の最新情報や更新情報をお届けしますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。そしてぜひ感想などはですね、ハッシュタグ QR ネクスト、
ハッシュタグ QR ネクストでバンバンつぶやいてください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回は、10月25日の18時予定をしております。以上、柴田哲夫でした。